PK 戦が始まります。フランス1人目タマンブー決めました。1ポイント先取です。アルゼンチン1人目バテストーススタジアム全体から鼻息が漏れます。1点取り返しました。フランス2人目アスラ落ち着いて決めました。ワンポイントリードです。アルゼンチン2人目クラウドロペス。これは狙いすぎ。フランス3人目タンベラ決めました。2ポイントリードです。アルゼンチン3人目オウテガ確実に入れました。1ポイントのビハインド。フランス4人目デサンよし決まった。2ポイントリードです。アルゼンチン4人目レイこれは外せない。ハンドのポイント無念のハンドが交差します。フランス5人目ジダンこれを決めれば勝ちです。これは狙いすぎ。アルゼンチン5人目サメッティボールマウスを狙います。何度もと決めます。1点取り返しました。フランス6人目プレイあっとこれは痛い。アルゼンチン6人目ドンタロスボールはボールマウスのグリカルを期待してスタジアムを使用します。スタジアム全体からため息が漏れます。フランス PK 戦で敗退です。